おっさんペルシャ猫と戯れるが200万回、おっさんおっさんとすれ違うが何も起こらずが700万回。ぬるいな。どうせ惰性で生きてる連中が惰性で見てる。あらゆる世代に捧ぐ90秒で分かって初めてでも 100% 楽しめる。ゆとりですが何かとは何か。当時話題沸騰し社会現象にもなった伝説のドラマが映画化。忘れました。かつてゆとりと呼ばれた3人、正和は実家の酒場主導が存続の危機、新商品開発に立ち上がる。なんでなの。妻の茜とは倦怠期を迎えていた。どうよ。未だ女性経験ゼロの山路には海外からの転校生と教育実習生が現れ、新たな恋の予感も。よろしくお願いします。中国での事業に失敗したマリブは酒場主導で働くことに。しかし何やら一攫千金を狙って。どんだけ。働き方改革、コンプライアンスなど新時代の波が押し寄せる。アップデートしなきゃダメだよな。あ、元カノじゃねえ、知らねえ、そんな女。若者がおっさんより偉いのは日本だけなんだ。なぜか坂間家は人気 YouTuber に。中国で一番有名な日本人家族なんだって。私生活さらされて恥かいて。世界中どこに出したって恥ずかしくないよ。見ればいいし笑えばいい。これが坂間家だから。喜怒哀楽ノンストップ、人生山あり谷あり、ゆとりなし。時代は変わった、彼らはどうだ。付き合ってみたら一人一人はいいやつなんですけどね。どっかゆとりない。マッチタイマー。いいね、 Z 世代。ゆとりですが何がインターナショナル。大事なデートなんでしょう。なんで私がリモートで参加してるんですか。日本コネクション、ヤパニシェスフィルムフェスティバル、Frankfurt am Main.